フランティシェク・ド・ボージャークは、チェコの画家である。フランツ・ド・ボージャーク、フランツ・ブルナーとも呼ばれた。性のド・ボルザークは日本語表記では、ド・ボルジャーク、ド・ボルザーク、ド・ボルザークなどと表記される。パルデヴィツェ州のプジェローチュのブルナーという姓の仕立て屋の、息子に生まれた。後に姓を、チェコ固有の姓のド・ボージャークに変えた。幼い頃から、絵の才能を示していた。 14歳になったときくとナーホラの学校に進むが、17歳で美術に展示、プラハの美術アカデミーに入学し、フランティシェク・チェルマクに学んだ。プラハでの教育への不満から、ウィーン美術アカデミーに移り、クリスティアン・グリーペン・ケールやカール・ビュルチンガーに学んだ。さらに1883年にミュンヘンに移り、ミュンヘン美術院で、オット・ザイツや、ビルヘルム・リンデン・シュミットに学んだ。 ミュンヘンのシュバービンク地域にスタジオを開き、肖像画や風俗画を描き、人気を得て、ベルリンやウィーンの展覧会に出展した。1888年に、チェコ出身の画家、カレル・ビーチェスラフ・マシェク、アルフォンス・ミューシャとパリに移った。ドボジャークは、さらに、イタリアに移り、イタリアを訪れる、イギリス人やアメリカ人の肖像画を描いて、収入を得た。 アメリカ人と知り合ったことからアメリカに渡り、はじめフィラデルフィアに住んだ。1890年に最初の大きな古典を開き、ニューヨーク、シカゴ、デトロイトやイギリスのリパブールの画廊でも展示会を開いた。1905年にプラハに戻り、その後はプラハで過ごした。アメリカに滞在中に心霊主義に傾倒し、作品に東洋の心霊思想を表現しようとした。 インドの行者、ラーマクディシュナやサーラダーデイビーの肖像画も描いた。チェコ国内ではあまり知られていなかったので、プラハで展覧会を開いたのは1907年になってからだった。ありがとうございます。